トラビスリー・ハフナーは、アメリカ合衆国のオスダコタ州出身の元プロ野球選手、右ト左ヒニックネームはプロンク。1996年、MLB ドラフト31巡目で、テキサス・レンジャーズから指名を受け入団。2002年8月6日に MLB デビューを果たし、同シーズンは22試合に出場した。なお、同年9月から10月には、 NPB の中日ドラゴンズが強打の新外国人候補としてフリオズレータと共にハフナーをリストアップしていた。2002年12月6日にトレードでクリーブランドインディアンスへ移籍した。2003年は91試合に出場し打率254、14本塁打40打点を記録。8月14日サイクルアンダーを達成した。 2004年は主に指名打者として出場。チーム1位となる打率。311、28本塁打。109打点を記録し、17、死球はリーグ最多だった。MVP の投票では24位に入り、球団は、ハフナーと2005年から3年総額700万ドルで、契約延長した。2005年は6月に打率。345、8本塁打。 29打点の成績で月間 MVP を初受賞。7月は6月を上回る打率、出塁率、超打率を記録していたが、16日のホワイトソックス戦で初回にマーク・バーリーから顔面に直撃する死球で、翌17日から15日間の故障者リスト入り、8月4日のヤンキース戦で復帰し、9月18日から23日にかけて、 球団史上事務当未に次ぐ、歴代2位の6試合連続本塁打を記録。同年、打率、305、33本塁打、108打点を記録し、MVP の投票で5位に入った。2006年は30試合以上を怪我のために、欠場しながらもリーグ1位のオプス1.097、リーグ3位の42本塁打、リーグ6位の117打点という成績を上げた。 指名打者として39本類が110打点を記録し、1982年、アンドレ・ソントンの DH としての球団記録32本類が109打点を更新。また、1987年のドン・マッティングリーと並ぶ、1シーズン満塁本類が6本のメジャー対記録を記録した。オールスター前だけで史上初の五本を記録し、八月十三日に六本目を、 打った時点でまだ40試合以上を残していたが、9月1日に CJ ウィルソンから支給を右手に受けてその後は欠場。大記録のままで終わった。2007年は打点こそ4年連続で100打点をクリアしたものの、打率、本類打ともに前年を下回った。2005年に結んだ契約の2008年のオプションを行使し、2009年から4年、総額5700万ドルで、 契約延長した。2008年は2007年を下回る成績に終わった。出場試合としては、5月25日までの50試合中46試合に出場したが、打率。217.4本類が22打点に止まり、その後戦線離脱。9月9日のウリオールズ戦で復帰したが、その後も11試合で打率。122と、戦線離脱以前よりも低い打率に終わった。 シーズン通じても打率、197.5本塁打、24打点という成績だった。2009年は94試合に出場し、16本塁打を放つなど、前年と比べると数字は上昇した。2012年オフに FA となった。2013年1月31日にニューヨークヤンキースと契約を結んだ。4月8日のフルス、インディアンスとの 初めての対戦では3点本塁打を放つなど、3打数に安打4打点とチームの勝利に貢献した。4月終了時点では打率、318と好調であったが、その後は月間打率が200以下ばかりと不調にあえぎ、また肩の故障もあり、82試合の出場にとどまった。オフの10月31日に FA となった。2014年1月に、 ノートルダム大学野球部のコーチに就任。ポジションは一類も守れるが、ほとんどの出場が指名打者である。長打力はメジャーでもトップクラス。2006年から2年連続で100四球以上を記録しており、通算出塁率も4割近い。研究熱心で指名打者という立場を利用し、他の選手が守備についている間、ビデオで投手を研究するなど、打撃練習に励み、 汗だくで自分の打席に立つこともある。ニックネームのプロンクとはロバのように鈍重なやつという意味の造語であり、その名の通り、鈍足でベースランニングも下手な上、守備もかなりお粗末である。しかしながら本人はこのニックネームを気に入っており、2006年には地元でプロンクバーという名のチョコレートバーも売り出され、人気を集めている。ありがとうございます。